どうも、九州ラウンドナイスいいですということで、今週も、はい、今週の一丁をやっていきたいと思います。はい、ということで、はい、早くも第2回目ですか。第2回目ですね。はい、はい、まあ、ちょっとこちらのね、裏話的なところで言うと、うん、日本撮りです。はい、同じ日です、はい、まあまあまあ、そういうもんでしょう、はい、そういうもんなんですけど、まあ、なのでちょっとね、僕らもまあ、ね、前回言った通りちょっと先の行動を検討しながらやってますと、はい、うんうんということで、はい、まあ、早速いきますか、もう今日は早速いきますか、じゃあ、はい、今日はね、じゃあ第1回いきます。あ、じゃあ今日僕からいきましょう。じゃあいきましょう。はい、お願いします。はい、ということで僕の方のコーディネートからいきましょう。はーい、今日はですね、うん、このキャップからいきました。お、キャップ。はい、最近ですね、うん、元 1LDK の店長されてて、うん、今鹿児島、僕の故郷でも鹿児島でディレクショップして、うん、四枝さんって方がいるんですけど、うん、がブログを書いてたんですよね。ブログ、はい、うん、ヒゲ生えてて眼鏡かけてる人みんな似合う帽子と。あ、そうなんだ。はい、ナインテイラーのこのキャップですね。本来はこうちょっとつば短めなんですよ。うん、こう上にポッて上げることで、ちょっと僕ヒゲ最近剃っちゃったんですけど、うん、ちょっと前生えてましたもんね。はい、あ、意外と俺も確かにこういうの似合うんやと思ってですね、うん、買い始めてから結構ハマってるキャップで、まあ、それを中心にコーディネート組んでみましたと。どうしてもこうか、あの色味的にカーキオリーブなので、うん、あのやっぱ軍パンかなと思いまして。軍パンですね。はい、最近購入したフラッシュストロング、まあオーバーパンツ、いいやつ、はい、シンプルにいいやつ。サイズ4購入しました。はい、3と4があったのかな。ちょっと僕はやっぱ大きいので、うん、なのかな、購入させていただきました。で、状態もね良かったんですけど、まあ、ちょっとこのかすれてる感じがやっぱ、うん、オリジナルらしくていいですね。かっこいいアイテムです。まあ、裾絞ったりとかできるんですけど、基本的にはもう腰グッてやって裾絞りなしで僕は履いてます。で、靴下は、靴下、はい、すいません、はい、前回と一緒です。はい、大丈夫です。はい、白の方がいいですね。はい、白の方がいいかもしれない。まあ、まあ、見えないんで。僕結構でも昔は白結構合わせたことあるんですけど、最近モノトーンにすることも多いです、意外と。で、靴が、ウエストンですね。ローファーです。ウエストンでローファー、はい、まあ、ユーロ系だったんでちょっとローコッチンにしました。ああ、なるほどね、はい、確かにパンツとこうするとリンクしてきますもんね、かなと思いました。うん、はい、確かに確かに。そしてですね、うん、シャツがリホメットのシャツです。あ、リホメットのシャツ、はい、ちょっとこう、もう何回も着てるんで、うん、かなり、なんていうんですか、洗いざらし感はすごいありますよね。リホのシャツは確かにこう、生地がなんかこう、座ってと、またいいですね。一回洗うと硬くガッてなったんですけど、うん、繰り返すとちょっとまた柔らかくなって。あ、そうなんだ。すげえいい風合いになってきました。なるほどね。はい、で、まあ、秋コーデということで、うん、まあ、シャツだけだとちょっと物足りないかなと。まあ、パンツ結構ね、パンチあるんで、シャツだけでもいいんですけど、正直。で、サイズ感もね、シャツも大きめなんで、うん、ズドンズドンという感じでいいんですけど、ちょっとベストを今回、レザーのベストですね、つけてみましたと。僕好き好きだね、それは。はい、これが CCU ですね。CCU。CCU のレザーベスト。クルーネック型のベストで、意外とこのリホのシャツとかからもいけるっていうのがやっぱいいですね。結構身幅あるんですね、はい、じゃあ。そうです、逆に言うと身幅があります。ぴったりじゃないんで、まあ、大きめが好きなよって方がやっぱいいかな、うん、もしくはアウターとかの上から行きたいって方ですね。うんうん、コートの上からとかも着ちゃっていいよねみたいな、ね、感じで、ね、逆に言うとちょっとぴったりめのロンティーの上からと身幅ありすぎるかなとか思います。あ、余りすぎちゃうかなみたいなね、はい、だからちょっと大きめのシャツとかのプラスでこう検討していただいたらいいかな。スウェットとかですね、うん、いいかなと思ってます。で、メガネはレスカですね。ああ、レスカのメガネ使ってます。はい、はい、といった感じで、アクセサリーとは今回はなしでやってますね、うん、その辺はシンプルに、はい、まあでもバッグとしてはこのサガのバッグなんかも、ああ、出かけるときはみたいな、はい、まあ、だから基本このバッグで僕出かけてるんですけど、まあ、うん、前回のコーデも基本的にこれなんですけど、うん、まあ、この感じもいいかなと思ってますね。はい、はい、といった感じですね。はい、靴下はちょっとブラウンですね。この迷彩のブラウンを拾ってます。ああ、分かりました。はい、大丈夫です。すいません。はい。はい、ということで、こんな感じです。はい、ということで、続いて高尾さんのターンですね。よろしくお願いします。お願いします。うわ、また、グッといいっすね。ちょっと今日は、お上品で、はい。上品ですね、下から。こんな感じで。まあ、ちょっとね、はい、タイミング的にもしかすると、まあ、1週間とか先じゃなくて、もう、どんずばのタイミングになっちゃってるかもなんですけど、はい、まあ、ぜひ参考にしていただけたらなと思います、はい、どうしよう、上からじゃあまた紹介していいですか。はい、上からお願いします。ブランドを簡単にサクッと。まず上、帽子、はい、これ時知らずさんで買った帽子です。新丸子の製作所ですね。まあ、そうです、東京です。
あのね、まさかこんなにこの帽子が使えるとは思ってませんでした。いやいや、めちゃめちゃかぶってます。確かにあの時は、まあ結構特殊なやつ新丸子にあるから、そうそうそう、そので、僕がなんかちょっとそのオーナーの一ノ瀬さんにちょっと話を聞きに来たみたいな感じで、一緒についていったら記念ぐらいで買ってたもんね。あ、まあなんかそう、せっかくなんか買って帰ろうかなーぐらいのノリで買って帰ったんですけども、はい、あのめちゃくちゃ使えるなと思って。このキャップですね、はい、ベージュなんですけど、はい、ベージュです。次、メガネ。メガネ、ギュパールです。ギュパールさんですね、はい、まあ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 、ギュパールです。ギュパールです、はい、まあ、これも結構最初に買ったやつですか。あの、もうこれが大輝とベルーリアに行った時買ったやつだから、あ、そうか、もう5年ぐらい前じゃないですか。はいはい、もう本当に超愛用してる、はい、やっぱりこれに似合うからすごく、はい、確かに高さに合うんですね。あ、すいません、ありがとうございます、はい、続いて、まあ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 、で次いきますか、はい、で次シャツが最近購入したマーティンサンズのボタンダウンシャツでございます。色いいね、はい、着こなしがかっこいい。ありがとうございます。で、インナーにはこれ金子さん、お、白で今回入れてますね。金子さんの、フォト T シャツ、はい、お写真は八太郎さんのなんですけど、はい、はい、をインナーに、で、まあガバッと着たかったんでこういう着こなしをしたくて、まあなんか普通に無地でもよかったんですけど、はい、個人的には。いや、確かにフォト T 効いてきますね。無地でもいいんですけど、ここで無地だとなんか個人的にはつまんないというか、いいんですけど、はい、癖がないというか、はい、肩にはまりすぎちゃうというか、まあ僕的にはもう一癖二癖欲しいなっていうところで、あえてここでフォト T っていうのを差し込んではいます。はい、なるほど。で、パンツ、このパンツは、昨年購入したアプレッセのパンツでございます。 SS のやつですね。でしたっけ、もう一個前か忘れちゃったっす、はい、去年かな、半年前か去年か、はい、買ったんですけども、はい、いいっすね、やっぱ、まあ、もうこの時期なんでそろそろ解禁していいかなっていうところで、あ、ちょっと眠らせてたんですね、はい、まあちょっと、ま、夏の時期というか、はい、まあ、暑い時期はさすが無理かなと思って、もうやっと履ける超お気に入りの、まあ、パンツですね。 なんかこのシャツに合うなと思って、うん、なんていうんですか、その結構このシャツの生地が柔らかい素材感なんで、まあ、ボトムス最初はデニムでもいいかなと思ったんですけど、シンプルに、ただデニムだと生地が硬すぎるなと思って、少しやっぱドレープのある優しい生地感のものを合わせたかったんで、なるほど、生地感が合うように、なのでちょっとこの、まあ、ウールパンツを合わせてはいます。なるほど、そういうイメージです。一応で、足元がフォルメでございます。はい、フォルメさんですね。はい、フォルメです。ブラウンの、はい、ローファーで、そうですね、白いソックス、薄いブラウンですね。でソックスはファミマのソックスです。あ、かっこいいね、ファミマソックスです。このやっぱその裾上げた時の後ろのね、かかとのカップの感じもめっちゃいいっすね、シュッとして。あ、こういう感じがね、はい、フォルメさん形やっぱ素敵なので、かっこいいね。はい、値段もまあインポートのブランドに比べると少しお優しいので、はい、非常におすすめのブランドあるんですけども、おいいね、美しいという一言がぴったりくる革靴ではないでしょうか。はい、そして、お、それと、そしてベルト、あ、ベルト、ベルトね、これあかねさんの私物で、あ、僕のじゃないんすよ、ね、はい、だからブランド分かんないです、はい、すいません、ブランド分かんないですよね。いいっすね、兼用は、はい、革靴と色合わせてますよぐらいです、ね、シンプルに茶色で合わせましたよぐらい。いいっすね、はい、まあなんか、まあ、これに僕はもうちょっと寒くなってきたら、はい、コンブレとか、おお、ここにコンブレなんですね、合わせたいなみたいなイメージですね。いいですね、頭の中では。いいです、ね、この目が凍ってきてもいいし。なるほど。まあそんな感じなんですけど。はい。まあどうでしょう。めちゃめちゃいい。あ、めちゃめちゃいい。はい。めちゃめちゃいいっす。はい。まあなんだろうな。ちょっとタックインが似合うね。あ、本当ですか。高尾さん。ちなみにタックインしてると、はい、結構全体がやっぱこう締まるというか、全体がこうやっぱ上品というか、少し綺麗めな印象じゃないですか。はい、なんでやっぱ革靴が合ってくるし、はい、まあこういう、まあ、アイデアが合ってくるのかなーって。なるほど。アウトにするんだったら、ここスニーカーにしちゃったりとかね。なるほど。例えばね、そういうのもありなのかな。なるほどですね。そんなイメージではございます。はい。はい。はい、ということで、今週もご紹介させていただきました。おはようございます。いやー、早く寒くなってほしいですね。まあ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 。はい。この格好、なんか、ギリじゃないですか。まあ、僕もさっきチラッと外出ましたけど、やっぱ結構暑いし、なんならもうタンクトップの人がいるから普通に全然いたからちょっとね、うん、ニットとかじゃなくてカーディガンとかの季節かもしれない。まあまあまあ、カーディガン欲しいですけど、ね、僕意外と持ってなくて、はい、ちょっといいカーディガンあったら紹介してほしいですね。カーディガンね、はい、すげえ。マーティのカーディガンなんかいいじゃないですか。いや、いいけどね、めちゃめちゃいいいいけどさっていうところで、あ、そうですね、いろいろ検討はします。カーディガンなんか狙ってるのあるんですか、これからみたいな、お店のものとか。いやー、まあバトナーとかいいけどね。あー、いや、バトナーいいじゃないですか。
値段もいいところだし、はい、今シーズンあのドライバーズ系とかもいいじゃん。ああ、ドライバーズニットね、うん、まあいいけどね、はい、久しぶりに、まあ、僕はだけど逆に今シーズンカーディガンじゃなくてベストにしてます。今着てるよね、まあ、ベストです、うん、とか、まあ、あのボア系のベストとか、うんうん、冬っぽくするんだったらボア系いきますし、で、シュガーヒルのニットベストも購入してるんで、今シーズンはそう腕なしでいこうかな。ベストいいけどね、みんなにも使いやすいし、カーディガンじゃなくて腕なし、という感じですかね。はい、まあ今日はこんな感じで、はい、こんな感じで、はい、また多分来週2週間後ぐらいに撮影するんで、はい、次は結構ガラッと冬物着てるかもしれないです。まあそうね、はい、そういうイメージになっちゃうかな、はい、うん、かもしれないです、うん、またお楽しみにしていただけたらと思います。はい、この動画良ければグッドボタンね、ぜひ。そうですね、お願いいたします。お願いします、はい、といった感じです。はい、ではまた会いましょう。バイ。